東側出口引船側通りから駅を見るホーム、西側出入口西側出入口引船駅は、東京都墨田区東向島2丁目にある、東武鉄道の駅である。駅番号は、TS04。駅名表に記載された、福駅名は、東京引船病院前。伊勢崎線と亀戸線が乗り入れており、亀戸線の起点となっている。また、 伊勢崎線の東駅前後は東部スカイツリーラインの愛称区間に含まれている。伊勢崎線は東駅で浅草方面と押上方面に分岐する。そのため、亀戸線を含めると東駅からは4方向に路線が伸びている。なお、支線に当たる東駅から押上駅までの区間は、 正式には東駅から東京スカイツリー駅までの区間の先造という扱いとなっている。東駅は1902年4月1日に伊勢崎線の途中駅として開業した。2年後の1904年4月5日に亀戸線が開業すると東駅東橋間は一時廃止となったが、1908年に貨物列車のみ再開業した。 旅客列車についても1910年に再開業し、当駅は伊勢崎線と亀戸線の乗り換え駅となった。2003年3月19日に、帝都高速度交通営団、後の東京地下鉄、半蔵門線との直通運転開始に伴い、当駅は押上方面への分岐駅になった。半蔵門線に直通する列車は、すべて優等列車であり、 浅草発着の各駅停車と当駅で接続を行うことによって、当駅来た千住間の利便性を確保している。2011年3月11日に発生した東日本大震災では、駅ビルの壁面が崩落して河川が損傷する被害を受けた。後に、駅ビルは解体され、跡地は2017年4月1日に東京引船病院が開院した。駅名は、 付近で交差していた引船側に由来する。引船側は昭和初期に埋め立てられ、現在は駅南側を通る道路となっている。駅周辺で引船は実質的に地名として扱われているが、行政区分上ではこの地名は存在しない。島式ホーム2面4線と短式ホーム1面1線計3面5線を有する公開機。コンコースは、 高架下にあり、コンコースと各ホームを結ぶエスカレーターとエレベーターが設置されている。かつては、コンコースの3.4番専業エレベーターの付近にトイレが設置されていたが、2012年春に移転した。2020年度の1日平均乗降人員は22,744人である。この数値には乗り換える用客は含まれていない。 東武伊勢崎線の急行停車駅としては、和子駅に次いで乗降人員が少ないものの、2003年に半蔵門線との直通運転が開始されてからは、毎年乗降人員が増加している。近年の1日平均乗降、乗車人員の推移は、下表の通り、駅前のボーリング場など、娯楽施設の入っていたビル2009年時点では、東側で再開発が進んでいる。 最寄りのバス停留所は、墨田区引船文化センター前、引船駅南、引船文化センターとなる。以下の路線が乗り入れ、東京都交通局と京成バスにより運行されている。その他、リバーサイド墨田への無料送迎バスの専用乗り場が設置されている。ありがとうございます。